おはようございます。今日も朝日が綺麗な日ですね。ロングライド行きます。はい、おはようございます。池田です。ロングライド今日も行こうと思ってたんですけど、実はですね、サイクルコンピューターを持っていくつもりやったんですけど、ちょっと充電したままですね、別の家とは別の場所に置きっぱなしにしてしまって、それを今から取りに行ってるっていうところです。ロングライド前のライドですね。なんで、まずはそれを取りに行ってから、一日が始まるというところです。で、今日の、目標っていうのを決めてます。この前は250キロサンダルライドの時はですね、ブラブラっと走ろうという目的やったんですけど、今日は目的地決めてます。徳佐ヶ峰っていう場所ですね。ここに何で行くかというと、マウンテンバイク番長の清水さんがですね、今日天気がいいんで、その、マウンテンバイクコースで遊んでると。で、まだ車に余裕が、隙間に余裕がありそうなので、帰り積んで行ってもらおうという魂胆で行きます。はい、今日はですね、だいたい150オーバーになると思うんですけど、山なんですよ。もうずっと山、平地じゃなくて、もう上り下り山頂付近をうろうろっていう感じで、もう山なんでかなりきつくなるんじゃないかなと思います。ではちょっと、サイコン取りに行きます。さすが朝というだけあって全然車がいないですね。もう走り放題、めちゃめちゃ気持ちがいいですね。こんな道が、いつも自転車の走る道としてあったら、いや本当最高なんですけどね。広い、人が全然いないはい、ゲットしました。最高。もう5時ですよ、5時。さあ、そしたら、ようやくですね、今から出発するんですけども、まずはですね、朝ごはんを食べようかなと、思います。ちょっとどっか食べるとこないか探して、走ってみます。もう定番のですね、すき家にやってまいりましたいや、なんか朝5時前、6時前ってなんか感覚的にボーナスタイムみたいな感じで、その間にその一日を走る準備をするというか、なんかフリーダムな時間のように感じますね。その間はゆらりくらりしながらふわっと走ってる感じです朝ごはん食べてからなんかこうよしやるかみたいな感じですかね。朝飯前の時間ですね。
ここの道路は通勤ラッシュになると8時ぐらいになるとですね、ものすごい混むんですよ。上りも下りもで、道路が狭くてトラックも多いっていう場所で、まあ、こんな感じの場所なんですけど、今は比較的少なくて、走れてます。まあ、車は通りますけど。で、昔ですね、この道を通った時に財布を拾ったことがあるんですよ。その財布、こんなところに落ちとってですね、こんな道に。で、まあ拾ってですね、一番近くの交番に届けたんですけど、その交番の警察官の方と仲良くなったりですね。んで、後日、財布の、分かったことなんですけど、持ち主がよく、出てきて、見つかってよかったんですけど、その持ち主が僕の友達の友達だったっていうのをですね、後で知って、いやー、そんなこともあるんやなというのを、感じた、道です。もうだいぶ、上り坂を登ってきてるんですけど、まだまだあります。まだ始まってですね、まあ、全然10分の1も来てないと、そんな上り坂ですね。では引き続き登ります。この前パンクして思い出したんですけど、この狭い道路って、この車道の左側の砂利の中のガラスがすごいですよね。この青いやつとか、ここ一番やばいところですよね。この砂利が溜まってるこの白線周辺、ほんまにやばい。もうパンクする原因のものしか落ちてない。ここ気をつけて走らんとですね。わー、これやばそうやな。ここやばそう、この下。いやー、怖い。第一の峠、クリアします。ここは廿日市市峠っていう場所です。峠、もうその名の通り峠ですね。ここを抜けて、しばらく平地と、若干の下り坂が続くというところです。まだ序盤ですからね。おーって感じです。あ、そうで、今日の服装は前回ロングライドした時とほぼほぼ似てるんですけど、こんな感じです。ヘルメット、まあよいしょ、でキャップで、この前髪の毛結構長かったんで、もうバッサリ切りました。もうすっきりしてます。なびいてたんでね、この後ろが。でシャツ、ジロのグローブ、このシャツも前と色違いで速乾性があるラルのシャツです。でカーゴビブ、ラファのカーゴビブです。でまたですね、サンダルです。こっちもサンダル。意外とですね、サンダル良くて、この前お試しでちょっとロングライトサンダルで行ってみたんですけど、良かったです。鼻輪のところがちょっと痛くなったんですけど、後半持ち直して痛みもなくなって、すごい使いやすかったんで、今回もサンダルで来ました。はい、ではですね、実は車体の方もカクカクしかじかでいろいろ変えてますんで、まあ、タイヤとかですね、それもまた、ご紹介できればと思います。では、続きいきます。ちょっと車が多くなってきましたね。いやー、スムーズ、めっちゃスムーズ。やっぱり通勤時間になってきたんで、朝の、車が結構多いですね。
やっぱりあの一番狭いところは、クリアしてて良かったです。今どん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 山の奥の方に、向かっていってるところです。いやー朝日が気持ちいい。そして空気もちょっと変わってきました。山のだいぶ上の方まで来たんで、空気感がすっきりとしてきましたね。引き続き行きます。はい、これから先山にもっと入っていくんですけど、おそらくお店はまだ開いてないし、結構な距離走ることになると思うんで、もう補給食を買っておきました。今日の補給食はブラックサンダー2つとライフガードソフトキャンディーというキャンディーの長いので、おつまみナッツですね。これでいこうと思います。さあ、一回ですねコンビニに寄らずロングライトしようと思ってたんですけど、やっぱり早朝になるとやっぱ全然空いてるところがないですね。なんで、今回も遠慮なく使わせていただこうと思います。では、出発します。おそらく日本一でかいであろうカタツムリ紹介します。じゃん、でっけ、めっちゃでかい。最初見た時になんじゃこれと思いましたけどね。はい、おはようございます。いやびっくりしたっすね。朝の集会が開かれてると思ってたらカカシでした。おはようございます。いやびっくり。こっちは神社みたいになってるんかな。よいしょ。あっちにもですね、あのカカシがいまして、よいしょ、入り口で朝の挨拶をしてると。おはようございますっていう感じです。交通安全って書いてますね。よし、だいぶ、登ってきました。近くにキャンプ場があって、岩倉ファームキャンプ場っていうんですけど、そこにですね、よくよく泊まりに来てたんで、この辺りはまだ知った場所になります。でもうちょっと登っていくと未開の道路、行ったことのない道路に入っていくということですね。でもうちょっとしたら温泉ですとか、美味しい湧き水が湧いている場所がありますので、そこまだ、空いてたら立ち寄ってみようかなと思います。美味しい海水、うん、はい、こちら温泉水ですね。ということでいただきました。ここで、飲料水と温泉水をこう融合した、特殊水をゲットしました。さあ今日入れてたのはウォーターバッグで、プラティパスできました。前はボトルやったんですけど、荷物が多くなった時とか、水が少なくなってこれを畳めるのがいいかなと思って、今日はこっち行きます。では、続き走っていこうと思います。いやここ美味しいんですよ。いやさっきの湧き水ほんまに美味しいんで、毎回来たら飲んでしまうんですよね、あそこ。さあここがですね、僕の大好きな場所なんですけど、いやまだあるな。実はですね、この場所、僕の、運命を変えた自転車屋さんがあった場所なんですね。石井コーヒーっていうコーヒー屋さんなんですけど、すごいコーヒーが美味しくて、よく、来てて、で、実は10年ぐらい前に、この隣にですね、あの
木の小屋のところに自転車屋さんがあったわけですね。で、それがまあまあこういう感じになった始まりのわけ、分岐点やったわけですね。はい。もうこの周りはですね、山なんですけど、もう空気も水も最高に綺麗で、僕はこの場所が大好きなんですよね。まあそれはまあ置いときましょう。では、引き続きですね、水も充填したことですし走っていきます。お、さあ、到着、道の駅スパラガンです。よいしょ。ここも道の駅なんですけど、温泉があります。で、さっきの水を汲んでた小瀬川温泉も、まあその名の通り温泉ですね。まだ、開いてないんですけど、かなり気持ちがいいです。これが温泉2つ目ですね。はぁ、そう、道の駅だけあってトイレは開いてて、まだ売店は閉まった状態ですね。うわぁ、このスナックメニューうまそう。カレーパンにコロッケ。いや、10時からですね。よし、こっちは何やろ。こっち炊飯器があって、あ、こっちが小川が流れてるところで、あ、綺麗ですね。だいぶ静かですけど、非常に透明度が高いです。そしたら、ここがちょっと曲がり角のポイントになってて、一応ルート情報、ここからですね、あんまり僕知らないんですよ、ルート。なんでマップを見ながら、行こうと思います。確かここら辺からちょっと別の、道に入っていくはずです。じゃあちょっと確認してトイレ休憩でしょうかな。よし、どうなるこっから。これかな、木々が上の方に見えなくなって向こうにこう下がっていく、これがおそらく峠やと思う。いやー、緑が目の保養になるわ。なんか目が優しくなる。あ、あそこに広場があるからちょっと休みます。いやー、なかなか登りましたよ。あー、いいやん、この苔。あー、苔もいい感じ、いい感じです。あっちには小川が流れてる。さあ、ですね、峠かと思ったんですけど、今向こうにカーブが見えてるんですけど、どうやらまだまだ続くそうです。長いですね、この坂は。だいぶ日が上がってきました。後ろから日が照らしているところです。雲も今日なし、快晴です。さあ、まだずっと登り続けてます。もうそろそろやと思ったんですけど、地域の名前が変わるみたいですね。ああ、鳥がいい。廿日市市吉和に入ります。ああ、鳥の鳴き声が。あ、これ峠じゃないですか。もう下に向いて行ってるんじゃないですかね、これ。おお、よいしょ。さあ、どうやこれを曲がって上り坂が見えたら嫌なんですよ。何これ、く
グリワナ危険区域、じゃあ禁止区域になってる。あー、いい下りです。あー、いい感じで下れます。こっちが高原地帯になるんで、あー、だいぶ雰囲気が変わるというか、すっきりとした気候になった気がします。さっきまで川の横の影のところをずっと登ってたんですけど、こっちは日が出て非常に気持ちがいい。いやー、いいですね。おお、景色もいい、山々も見える、楽しみやな。この先がどんなになってんやろう。ここ実は広島とこっちが山口の県境です。山口県に入ります。くくり罠っていう罠の、設置は禁止されてる、そんな地域らしいです。さっきも看板がありました。さあ、こっからが岩国、山口県岩国ですね。国道435号、松の木峠、標高776m、最高地点って書いてますね。さあ、こっからが下りか、峠来たな。さあ、峠を降りたらだいぶ地面が荒れてる場所があったんで、やっぱりちょっと太いタイヤで良かったですね。さあ、山口県に入ったらいきなりガードレールが黄色になりました。なんかガードレールが黄色のが山口県の特徴なんかな、なんか聞いたことがあります。みかんのような感じの色をしてますね。さあ、涼しい。涼しいっていうか寒い。めっちゃ冷える、めちゃめちゃ冷える。そしてなんかこの苔がいい感じやな、なんかいい感じやな。写真撮りたいな。ちょっといいとこ見つけて写真でも撮ります。いや、タイヤをですね、このボリューミーの、27.5 の 1.9 に今履き替えてるんです。で、これ結構頑丈なタイヤで僕好きなんですけど、今日これで良かったなと思いました。あの、路面がですね、ここで一番思ったんですけど、あの、段差があったりひび割れてたりする、この山の上とか人通りが少ないところ特有の荒れ方舗装路の荒れ方、これがですね怖かったですね。このタイヤやったらもう全然もうガッタン行っても大丈夫なんですけど、いい感じです。で、今この相馬のグランドランナーグランドランドナーはスレッドステム、細身のこんな細い、ステム使ってる自転車なんですけど、これいいですね。これいい。タイヤのせいかステムのせいかはよくわからない、1インチのヘッドチューブのせいなのかまだよくわからないんですけど、なんか振動が少ない気がします。しなってくれてて、一体どれが、どうなのかわからないですけども、結構手に来る衝撃が少ない気がするんですよね。なんでなんやろ。なんかこの道を走ってて、それをすごく感じましたね。はい、では、続きいきます。今こんな場所です。蛇口橋に到着しました。宇佐八幡宮、あの向こうの方から今山の上からずっと下ってきたんですけど、ようやく来ました、休憩ポイント。さあ、こっちちょっと入ってみます。
メイン道路から、横にずれて行くと現れてくるんですけども、実はここ名水百選の一つ、日本の滝百選の一つでもあります。さあこっちかな、どんなとこなんやろ、ちょっと行ってみよう。日本の滝百選ってなんかいい予感しかしないですね。きっとなんかこう美味しいマイナスイオンと言いますか、なんかこういい水のいい香りがしたり、するんかなと思ってます。これどっち行ったらいいの、こっちかな、え、こんなところにあるんかな、え、めっちゃ山の中入るけどどうなんやろ、行ってみるか。着きました。じゃあ今日案内です。ちょっと中入ってみましょうか。よいしょ、お、こっちにもなんか行く場所があるな。よいしょ、さあちょっと見てきます。案内所からちょっと北上してきまして、五竜の滝に来ました。日本の滝百選、名水百選の一つ、五竜の滝。では早速行ってみます。あのですね、水がですねむちゃくちゃ綺麗、むちゃくちゃ綺麗です。こっちに行って、よいしょよいしょよいしょ、めちゃくちゃ綺麗やな。こういうところ降りれるのもあのサンダルのええとこですね。うわ、よし、うわ、やべえ、めっちゃ綺麗や、もう透明すぎてなんかすごいわ。湧き水というかなんというか すげえな、すごい、よいしょ、いやーいいな、これこのこういう場所に来た時にビンディングやとこうグリグリっと滑っちゃうんですけど、サンダルやったらええですね。あと気になったのがこっち、これ名水長寿塩霊の雫、あっちちち、これをちょっと飲んでみようと思います。長寿、これしょ、こういう山の方に行ったらなんかこう湧き水がいっぱいあるのがいいですよね。温泉とかもう大好き。よし、いただきます。あーうまい、あー来てよかった。よし、わあ、さて延命の水を汲みたいところなんですけど、実はあの来る途中に寄った小瀬川温泉の湧き水がまだいっぱい残ってるんですよね。なんでボトルってたくさん持ってこなくても、このルートってもう水が溢れ出てるんで、あの意外とあの水分には困らないかもしれないですね。もうちょっとだけあの回ってみます。蛇口橋の隣に宇佐八幡宮の巨木があるということでちょっと見に来ました。ここのですね、溝の流れてる水がもう綺麗すぎる。いやーすごいですね、どこ行っても綺麗。よいしょ、ではちょっとお邪魔します。ちょっと竜の口から流れてるんで
よいしょ。で、水。よし。すげえな。でかっ。なんじゃこりゃ。県指定の天然記念物って書いてました。すげえな。あ、下がふわふわするっていうか、あの放送か何かわかんないんですけど、あの狼が吠えるような音が聞こえます。ちょっとこれすごいな。めっちゃでかい。めっちゃでかいっすよこれ。うわすごい。これすごいな。これこの2つやばいな。うわなんか力感じる。で、よう、こんな何年生きてんやろ。すごいな。ここら辺もすごいでかいな。宇佐八幡宮の大杉。ここに生育している杉やヒノキのうち最大のものは樹高60メートルと。あ、900年。なんか心洗われる感じがしましたね。はい、ということで大杉をちょっと見に来てみました。さあ、ここからもう少し西の方に向いて、走っていこうと思います。しばらくちょっと下り坂が続くと思います。この裏から見るこれもなんかいいな。ちょっと写真撮ろう。いいですね。